クレイジージャーニー21時からこれだけ予定書いてありますわ楽しみにしてるんでしょうねおもろはい、こちら昨日昨晩つけて寝てつけて寝た、ひよこ豆ですね。ほい、はい、でかなりました。オッケー、まあ、今日はこれをちょっとフムスにしてみようかということです。はい、まあ、おはようございます。今日もゆるく撮っていこうかなと思います。で、今日は足と腹筋のトレーニングをやっていきます。で、まあ、昨日ね言った通り、まあ、今週はちょっとディロードにしようと思うんで、まあ、程よくやっていきます。で、まあ、あんまり疲れないんで、最近やる頻度もちょっと下がってたハンドスタンドも、まあ、しっかりフォームとか確認しながら、まあ、もう一度練習していこうかなと思います。はい。で、まあ、最近ね、なんか、まあ、僕トレーニング歴としては今7年目ぐらいになるのかな、はい、なんですけど、ようやくなんか足トレの楽しさに気づいたというか、はい、最近結構足トレ好きですね、うん。で、前まで、まあ、結構服の好みかな、服結構、パンツとかタイトなものが好きやったんで、まあ、それが理由、一つの理由で、まあ、あんまり足筋肉つけたくないなとかあったんですけど、まあ、結構その辺の好みも、まあ、年をね重ねると変わってきますよね、うん。まあ、最近は、まあ、なんか、うん、動きやすい服とか、まあ、まあ別にタイトなものにもこだわりがなくなってきたんで、まあ、結構足もしっかり筋肉つけていってもいいなっていう風に思い始めて、まあ足トレ最近結構、まあまあ足トレもね割とハイボリュームでやるようにしてるんですけど、まあそうするとやっぱ結構ね足も変わってきますよね。まあ結構楽しい、はい、そんな最近の気持ちですはい、まあ今日もやっていきましょうかね。はい、思ってたより、足が、まあ、背中側に倒れてたんで、まあ、そこを、ちゃんと自分の感覚と実際のボディラインっていうのを、まあ、ちゃんと合うように、修正していきます。こんなもんかな。まだこっち取る。もうちょい、もうちょっとお腹側ですね。もう気持ち、もう気持ちかな。だいぶ近づいてきた。だいぶ良くなってきたんじゃないかなと思います。まあその感覚をしっかり忘れないように繰り返し練習していきます。いや、自分のハンドスタンド撮ってみるっていうのはかなり勉強になりますね。やっぱで、いろんなとこにやっぱ気づきが出てくる。あ、もうちょっと肩も入れていいのかなとも思いますね。もうちょっと手首の手の延長線上、はい、
修正していきます。まあちょっとまだ満足じゃないですけど、ちょっと次の練習いきましょうか。これも久しぶりにやるタックハンドスタンドかな。まあで伸ばして膝曲げて伸ばして膝曲げる、まあ、それをちょっと繰り返すってやつをちょっと久しぶりにやってみましょう。ああフォーム悪いね。もうちょっと可動域広げたいですね。下ろした時やっぱ実際自分が持ってるイメージとカメラで見た時、まあ動画で見た時全然可動域が違いますね。うん、うわきつい。意識はあれかな、ここにめっちゃ効いてくるんですよ、脊柱起立筋かな。次はまあ結構ね昔よくやってたハンドスタンドキックアップ、まあ、蹴りを使って上げる、まあ、それで下ろす、まあ、それをね何回か繰り返すってやつを、はい、久しぶりに。曲げちゃダメなんでね、肘、しっかり伸ばしたまま。個人的には結構肩の強化にもなるだろうし、あとバランス感覚も養えるかなと思います。ふう、楽しかった。じゃあ次腹筋いきますわ。今日はねドラゴンフラッグしようかな。よしやっていこうか。よっしゃ、どうしようかな、まあ、ちょっとゆっくりめに下ろしてボトムで1秒、まあ、ワンポーズ入れてグッと上げる、ゆっくり下ろしてポーズ入れてグッと上げる、まあ、これをどうしようかな、まあ、5回ぐらいでいいかな。今日は軽めに、フォームチェック含めちょっと確認しよう。まずはこれ休憩、まあ1分ぐらいで5セットはやろうかなと思います。よし、じゃあまあ腹筋もう1個違うことやってきます。よいしょ、ちょっと名前は忘れました。ただよく結構好きでやってるのがこれ。じゃあもう最後、足のトレーニングして終わります。はい、じゃあまずはどうしようかな、まあ、結構今日はもう時短でシンプルにやりたいんで、まずジャンプスクワット20回して、ジャンプランジを40回して、次ジャンプスクワット10回してジャンプランジ20回っていうのを、はい、続けてやっていきます。
疲れたわ。よし、いいかい。はい、以上です。はい、まあ、ちょっと休憩しながらですけど、なんとか全部で5セットやりました。はい、よし、はい、まあ以上が今日のトレーニングでした。はい、まあ、今日のトレーニング Vlog はこんな感じで終わると思います。はい、ありがとうございました。どうも。よいしょ。